堂本剛、旧ジャニーズ事務所から退所、環境を大きく変化させる必要があるとは一体どのようなことなのだろうか。アイドル業、KinKiKids の堂本剛さんが、所属事務所、スマイルアップを退所することを、自身のインスタグラムで発表した。自身のインスタグラムで皆さんにご報告がございます。個人の活動に関しましては、2024年3月31日の所属事務所との契約更新のタイミングで契約を終了し、人生の新しいフィールドへと進むことにいたしましたと発表。体と向き合い、自分との戦い方を模索しながらアーティスト活動を続けてきましたが、アーティストとしての人生をここから先も進むためには環境を大きく変化させる必要があると感じました。一度きりの人生を、一日一日を大切に、これからも一生懸命に自分を生きて、感謝を胸に人生の新たなフィールドへと歩いていきますと伝えた。また KinKiKids のファンクラブサイトでは、解散は考えておりませんと説明している。関係者によると、業としての活動は変わらず継続するというフライング報道があってから、本人からの公式発表をずっと待ってましたが、ついに来てしまいましたね。気になるのは、個人の活動に関しましてはとしていること、変わらず近畿としては活動を続けていくということなので、詳しくないですけど、エージェント契約の手本を後輩に見せてくれるんじゃないかなと思ってます。成功すれば同じようにグループ活動継続しながら事務所を離れるタレントが増えていきそうですね。KinKiKids として続けていくことは、年末年始のコンサートでお二人からはっきりと聞いていた言葉ではあったし、もう事務所の名前はないけど剛くんが離れるのかと、なんだか時代の流れを感じる。まだまだ協議を重ねている最中のようですが、二人がやりたいことをできる形になることを願います。ファンクラブ会員へは、少し前に感謝と愛たっぷりなメッセージカードも届いていましたしね。いつもファンを思い活動してきてくれて感謝しかありません。何も語らずと言われる剛くんですが、解放で改め進んでいく言葉を残してました。その一言が私にはとても大きく、でも言葉を発せられることで前に進めているのかなと、結婚発表もあったし、うまく言えないけど少し安心して見れる。笑い。もう40代真ん中の二人が描く KinKiKids をこれからも応援していきます。KinKiKids の二人はひょうひょうとしていて、これまでも個人活動とグループ活動は良い距離感を保たれていましたし、特に剛くんが耳の病気をされて以降は、それまで以上に無理のない活動をされていた印象があります。この二人、蔵の知名度とイメージがあれば、事務所も仕事を取ってくるというよりは、それぞれに合った適切な仕事量をやっていってもらうという感じで、良い意味で事務所から独立しようとも変わらない感じがしますし、ファンの方々も他のグループのファンより安心して見守っている気がします。二人なのだから、本人たち二人がスケジュールが合えば何かやるし、気分やタイミングじゃなかったらやらないだけ。スマップや嵐や V6、キンプリとかの若い子たちとも違うから大丈夫な感じがしますね。これまでも個人活動に関しては事務所が関わることの方が少なかったし、正直今までとあまり変わらないので、以前はソロでもジャニーズスマイルアップで自分が活動していくことへの思いを語ってたけど、4月からスタートエンターテインメントへと本格的に変わっていく中で、よその事務所でまでソロ活動を所属させる意味がなくなったのかなと。その一方で KinKiKids は高一さんだけでなく、他にも携わるスタッフがたくさんいるし、権利関係も新事務所に行くのが普通だろうから、事務所を通して活動していくしか選択肢はないのかなと。ほぼソロ活動メインでしょうが、特番だけでも寮で出てくれれば、独立メンバーのいる他グループにも希望がつながりますよね。再結成なんてハードルを上げると、前途多難な肉食したグループも一部ありますけど、メンバーもファンも皆が元気なうちに、一夜限り1ステージでも復活してほしいものですよね。本人からの発表があるまではと、いつも出る対処説はやっぱり嘘だと。でも今回は本当だったか。でも近畿解散じゃなくてよかった。高一くんは十字架を背負うって言ってたから残るんだろうな。きっと新しい形で活躍する剛くんが見れるはず。結婚もしたし、タイミング的には良いのかも。これからも応援する。今までもこれからも KinKiKids でいてくれてありがとう。事務所もこれから新しく生まれ変わろうとその一歩目を歩み出したし、今あるグループもこれからデビューするグループも、新しい形を築いていくのもありだと思う。いる場所は変わっても、剛くんと高一くんの絆も、二人とファンとの絆も変わらないでしょう。KinKiKids はこれからも続く。それが一番だよ。二宮さんとか堂本さんの、事務所を離れてもグループを継続できる形はとても素敵なことだと思う反面、スマップの時もそういう形が取れればよかったのにと思ってしまいます。最近よくスマップの再結成の現実味などの記事を目にするので、ぜひ実現してほしいです。KinKiKids の文部部運が終わると発表されてから、いろいろな報道があったけど、
結局剛さんの退所が発表された。地上波で KinKiKids とゲストの絡みが見られる唯一の番組だったし、番組のファンでかなりのヘビーウォッチャーだったから終わると知ってかなりショックだった。でも片方が事務所を辞めてしまうのなら仕方ないことだったのかな。結婚発表の時よりも番組が終了することや、剛さんだけ退所することの方が本当にショックです。堂本さんがインスタを開設した時でしたか。ジャニーズ事務所の堂本剛ですが最初の投稿だったと、ニュースで見た覚えがあります。いち早くジャニー氏の行いに対し無関係、拒絶、否定コメントを出した光一さんとは対照的に平すら沈黙を貫いていたことで、剛さんには様々な思いがあったことは容易に想像がつきます。ジャニー喜多川氏からの寵愛を、所属タレントの誰よりも受けていたとされる剛さんにとって、ジャニーズでなくなった事務所には、もはや未練はないのかもしれませんね。活動休止中ではなく、現在活動中の寮ですから今まで通りか番組等に揃って出てくれるのであれば、真の意味で事務所が違っても変わらないケースを提示してくれることになりますね。もし呼ばれなくなったら、おいおい、やっぱりあの事務所所属だったからかよ、歌うまいんだからちゃんと出せよ、ってなります。この人、突発性難聴患ってるんじゃなかったっけ？だとしたら今の事務所にいた方が良いけどな。個人事務所だとスタッフ食わせなきゃいけないから体調不良時も無理して働かなければならない。だからかえって自分のペースで仕事するのが厳しくなる。スマイルアップにいると他にもタレントがたくさんいるから、自分がしんどい時は休んでも他のタレントの稼ぎに甘えられ、マイペースを維持しやすいけど、いいことです。昔のジャニーズは考えられもしなかった。テレビから干されたでしょう。まあ剛くんはテレビに出たいタイプではないでしょうが今はそういう圧力もかけづらいので、自分の好きなことをやってほしいです。中学生の頃から剛くんのドラマや歌にいつも勇気づけられました。ありがとう。まあ、事務所を退所したらユニット活動やグループ活動ができないとなれば退所は考えないだろうけど、二宮さんが退所しても嵐を続けられるように、剛さんも退所してKINKIを続けられるならスマイルアップにこだわる必要はないよね。今までのジャニーズや普通の事務所なら間違いなく解散だけど、今の社長がそのあたりの理解のある方なんだろうね。この人は個人でものすごい量の楽曲やキャラクターやグッズなどを作ってますので、それをまだよくわからない新会社に移すよりはそれをもって独立するのが得策だったのでは。グループの楽曲は権利関係も複雑ですから、新会社のレコード会社が管理してグループ仕事は年末だけですから外部からの参加でできるのでしょう。光一くんとは変わらず近畿。キッズとして活動できるのはファンにとって安心できますね。二宮くんと同じ形かな？スマップも解散したくなかったけど、あのような形になり、かなり傷ついた。同じようなことにならないように、グループが休止したり、退所したりする場合は、本人たちの言葉でファンに届けられるようになってきたのは、少しずつ良くなってきているのかな。キンキ、キッズ解散じゃなくてよかった。それぞれ独立しても、スタート社とエージェント契約すればキンキ、キッズとして活動できる、ということでしょうか。自由度が増す代わりに、タレント自身の責任や負担も増すかもしれませんね。でも、実力のあるタレントはそういう形をとっていくのかもしれませんね。